えば、うん、今やっと声の主たちの正体が分かった。あの孫悟空たちだ。彼たちが戦ってくれておる。魔人ブーと、さあウパ、手を天にかざせ。なるほど、そういうことか。ふん、久しぶりに聞いたな、あいつの声も。孫悟空だ、スノ。そうよ、絶対そうだわ。ダメだ、ちょっと増えただけだ。なんでだ、なんでみんな分かってくれないんだよ。早くしてくれ、みんな。地球も宇宙もどうなってもいいのか。バカ野郎！なんだと？バカ野郎だと？人に頼むのにでかい態度だぜ。あんなの無視無視。もしかしたら魔人ブーのことも全部本当はなかったんじゃないか。そうか、集団で催眠術にかけられてたのかも。貴様らいい加減にしろ。さっさと協力しないか。このミスターサタン様の頼みも危険というのか。え、サタン、どういうことなの。サタンだ、ミスターサタンだ。もしかしてブーと戦ってるってミスターサタンだったんですか。そうだ、俺が魔人ブーを倒してやるから、お前たちも早く力を貸さんか。まあしょうがないじゃないか。こうでも言わんと奴ら信用せんからな。まずあのブーを倒すことが先決だからな。まだなのか。これのベジータ。もうダメだ。来た。なんとか離れてくれベジータ。巻き添え食らっちまうぞ。バカ野郎、俺に構うな。早くやっちまえ、腐ったれ。ベジータや、あの太っちょのブーが踏ん張って、みんなで集めた元気の力を朝ね。よっ
つもりだ。最後の願いは必要ないのか。そうだ、フォルンガさん、悟空って人の体力を元に戻してあげることってできる？可能だ。よかった、すぐにお願いします。プピリットパロー。もうダメだ。悟空さん、三つ目の願いで悟空さんの気が元に戻ったでしょ。戻ったぞ。
のすげえよ。よく頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変わるよ。1対1で勝負して。待ってかんな。俺ももっともっと腕上げて。またな。やれやれ、手間取りやがって。チッ、嬉しそうな顔しやがって、ほんとムカつく野郎だ。フン。